勇気と気高さを祝福する素晴らしい宴席に心が躍ります。生まれながらに騎士の美徳を持ち努力を続ける皆様には頭が下がるばかりです。とはいえ戦いの後には平和に満ちた休息が必要です。ですから皆様にはこの席を用意しました。他ならぬ皆様の栄誉を称えるための宴席です。孤独を好む方はどうぞご自身のテントでお過ごしください。明日は集団戦が行われます。栄光をつかむチャンスは全ての方の手にあるはずです。最優秀者には昨年度の王者と相まみえる名誉が与えられます。誉れ高く勇敢な騎士、その名もグレゴ・アルド・ゴルゴン。大いに祝い、お楽しみください。ただし明日の戦いが待っていることをお忘れなきよう。彼女を追うんだ。最後の競技が始まる前にあなたのテントで会おう。頼んだぞ。変だな。ここにいると思ったんだが、飛んでいった。あとを追うか。あの鳥は俺をどこかへ案内したいらしい。鳥は丘の向こうへ飛んでいった。洞窟を通り抜けた方が近道だ。
ウィッチャー。ビビアンか。俺が道に迷うと思ってか。ええ、他の騎士と同じだと思っていた。トーナメントでは活躍できても、本当の危険の前ではなすすべもないと。ブルクサじゃなかったんだな。え？君が吸血鬼かもしれないと疑っていたんだ。手がかりがそれを示していた。だが考えが変わった。とにかく本題に入ろう。よくここに来ていると聞いた。ここは全てが始まった場所。今まであなたを追い払うことも逃げることもできなかった。いっそ誰もいないここで終わらせてちょうだい。終わらせるだと？あなたはウィッチャーで私を殺す依頼を受けたのでしょう。早くやりなさい。一瞬で終わらせて。苦しむのは嫌。ウィッチャーが狩るのは怪物だけだが、全てを狩るわけじゃないし、君は怪物じゃない。じゃあ何に見えるの？おそらく君は呪いにかかっている。細かいことはわからないが、それはこれから話してもらう。私を殺す依頼でなければなぜ私の後を追うの？業務に頼まれたの？それが理由？彼は君を助けてほしいと俺に頼んできたんだ。俺なら力を貸せるし、喜んでそうしたい。どうして信用できるの？なぜなら俺は公爵にも信用されているし、俺自身も人間ではないし、呪いを解くなんてのは日常茶飯事でね。騙すつもりじゃないの？私から聞き出したことを誰にも言わないと約束できる？怖がる必要は何もない。君を助けに来たんだ。誰にも秘密をばらしたりはしない。助けるために必要なら別だが。あ、仕方ないわね。母から聞いたことをそのまま話すわ。母が子供を、つまり私を身ごもっていた時、父と一緒によく森で過ごしていたらしいわ。ちょうどこの場所でね。母はムクドリモドキの歌声が大好きだった。お腹を撫でながら、あの鳥のように美しく育ちますようにと願をかけていたそうよ。でもとある森に住む魔物が両親の幸せを妬んだの。ある日、魔物が姿を現して、この森のすべては自分のものだと言い、二人が森から楽しみをかすめ取った不届き者だと責め立てた。魔物は償いを要求し、両親が何もないと答えると、まだお腹にいた子供を自分のものにすると言った。どんな魔物だったか聞いているか？両親からは父も母も持たず、森の奥で生まれた妊婦だと聞いたわ。でも私は幼すぎたし、怖くて詳しく聞こうとはしなかった。その後はどうなったんだ？はじめは何も。私は普通の赤ちゃんとして生まれて、両親も次第にあの日の出来事を忘れていった。でも15回目の夏を迎える頃、呪いが姿を現したの。最初は満月の夜だけだった。でも呪いが進むと、昼間でも魔法の難航で症状を隠さないと人間の姿を保てなくなってきた。だから誰かが私の正体に気づいてあなたを雇ったと思ったのよ。本当は死を覚悟してこの場所に来たの。人間に戻れなくなる未来よりは人思いに死んだ方がマシだもの。その未来はそう遠くない気がするし。君が使っている軟膏は強い魔力を持つ材料で作られている。魔法使いは免疫があるが、君は違う。大量に使ったり長期にわたって使い続ければ危険だぞ。それは感じているわ。いつかは軟膏を使えなくなるし、そうなったら二度と人間に戻れないことも。呪いを解けるかもしれない。昔コーモラント、つまり鵜に姿を変えられた男爵と遭遇したが、その男の呪いも何とか解くことができた。同じことが私にもできると？本当に？保証はできない。君の場合はかなり深刻だからな。生まれる前に呪いを受けたというだけでも厄介なんだ。呪いが日増しに強くなり、症状が悪化しているんだろう。やるとしたら誰かに呪いを移すくらいだ。何ですって？それは無理よ。罪のない人の幸せを奪うなんて、それ以外に方法はないというの？安全な方法はそれだけだ。
他の方法があるのね。助けを拒むのが早すぎないか。他の人に呪いを移せば、呪いの効力自体が君の場合よりずっと弱くなる可能性が高いんだぞ。そんな話は聞きたくもないわ。まあそうだ、方法はもう一つある。古代の儀式だ。ムクドリモドキの卵を使う。君を呪いの力から完全に解放できる。ただし恐ろしい結果を招くこともある。恐ろしい結果？どんな？呪いは君がこの世に生まれる前にかけられたものだ。その呪いをまだ卵の中にいるひな鳥に移すことで君を解放する。だが代わりに君と鳥の寿命が入れ替わってしまう恐れがある。7年ほどね。構わないわ。トゲのないバラはないし、都合のいい結末は物語の中だけよね。もともと諦めてたし、ここにも死ぬつもりで来たぐらいだもの。それなのに7年も生きさせてくれるんでしょ。自由な人生を。迷う必要はない。お願いするわ。君の気持ちは分かった。でも今すぐ決める必要はない。よく考えるんだ。そうするわ。そろそろトーナメント会場に戻らないとね。行きましょうか。行こう。だがそのままで。ああそうね、羽だらけの姿で戻れないわ。失礼、少し待ってね。自由に変身できるのか？いいえ、でもこの水たまりの水が効くことに気づいたの。効き目は短いけど確実よ。興味深いな。さあ。何か分かったか？ああ。話してくれ。心配でおかしくなりそうなんだ。何が彼女を苦しめてるんだ？彼女に口止めされた。彼女の幸せを願ってるだけだ。私も力になれるかもしれないし、元気づけるだけでも。俺たちは正しかった。呪いがビビアンを鳥の姿に変えていたんだ。症状は日増しに悪化している。神々よ、体を蝕む呪いとはどうすればいい？助けることはできるのか？ビビアンがそう望むならな。だが危険も大きい方法だ。彼女の寿命があと7年に縮む。何？約束が違うぞ。お前との約束は関係ない。やるかどうかビビアン自身が決めることだ。確かに。だが彼女にそんな過酷な運命を強いたのが私だと思うと生きていけない。もう一つ効きそうな方法を知っている。鏡像、例えば水面に映った姿を使って呪いを解くんだ。ただしその場合は彼女の代わりに望んで呪いを引き受け、その業を背負う者が必要だ。鳥になってもいいと思うものか？理屈の上ではな。ただ呪いは他人に映った時点で効力が弱まる。雑草や虫を見て食欲が湧く程度で済むかもしれん。とはいえ命を落とす可能性もある。命を捧げる覚悟はできている。ヴィリダンク王に仕える騎士が美しきセロ女王にその身を捧げたようにだろうな。だがこの先死ぬまで虫を食べ続ける覚悟はあるのか？ある。ヴィヴィアンにとってどちらの方法がいいと思う？まだわからん。だが専門家としての意見があるだろう。私に重荷を引き受ける用意があるというのに、まさか本気で彼女の寿命を削るつもりじゃないだろうな。水を使う方法がいいだろうな。ビビアンへの危険が一切ない。その通りだ。危険は全て私が引き受ける。ただビビアンがあの気高さゆえにそれを許してくれるかどうか。
最後の競技の後に彼女に会う。その時に話して説得してみるんだ。頼りにしてるぞ、ウィッチャー。さて、これからどうする？知りたいことは分かった以上、トーナメントに出る理由はなくなった。棄権もできるが、もちろんあなたが最後の競技に出なかったとなれば、私はひどく叱られるだろうが、甘んじて受け入れよう。さて、どうする？やりかけたことは最後までやるさ。どのみちトーナメントが終わるまではビビアンも忙しい。それなら同じチームの騎士たちに会っておくといい。闘技場の入り口のそばに集まってるはずだ。練習場があるところだ。わかった、ありがとう。